第5回目の今回はボーカル素材を用いてハーモナイザーで楽曲に厚みをつけていくテクニックとボーカルリードの作成テクニックについて解説を進めていきますボーカル素材を加工してトラックの構築を行う手法は近年のエレクトロミュージックで頻繁に用いられますまずはボーカルトラックにハーモニーを追加し楽曲に厚みと広がりをつけていくテクニックをご紹介しますサウンドを聴いてみましょう e l e r e g o don't need to s more こちらのトラックはピッチコレクトというキューベースに付属するエフェクトを用いてメインボーカルのコピートラックに対してピッチを変更してハーモニーを作っていますまずはハーモニーを作るのに必要な分のボーカルトラックを複製します今回は4和音を使用したいと考えていますので4トラック分メインボーカルを複製します そして、それぞれのトラックに対して、インサートエフェクトでピッチコレクトを立ち上げます。ピッチコレクトの設定としては、コレクションのスピードを100にして、補正度合いを最大にします。次に、スケールソースをエクスターナルミリノートに設定します。これによって、ピッチコレクトは外部から受信したミリ信号のノート情報をもとに、インサートされているトラックのピッチが強制的に変更されるようになります。4つ分同様の設定を行いましたら、次はミリトラックをハーモニーに必要な分となる4つ作成します。 今回は4つのミリトラックがどのボーカルトラックに繋がっているかが把握しやすいよう、このように各オーディオトラックの真下に接続すべきミリトラックを配置します。あとは各ミリトラックの接続先を上に配置されているボーカルトラックのピッチコレクトに設定します。これで準備が整いましたので、あとはコード構成音をそれぞれのミリトラックで入力していきますが、ノート入力時のポイントとしてメインボーカルの邪魔にならないように、ボーカルよりも低いピッチを用いることが重要です。 まずは、こちらのトラックで、コードのルートを打ち込んでいきます。この状態で一度聞いてみましょう。<music> このように、ボーカルのラインが打ち込んだノートの高さに変更されるようになりました。同様の手順で、他の3つのミリトラックに対してもノートを入力すると、このような形になります。内容としては、クローズボイシングでシンプルなコードトーンのみが用いられています。 では、この状態で一度、メインのボーカルと一緒に聞いてみましょう。このままの状態ではハーモニーで作成したトラックとの定位が被り広がりもありませんのでハーモニー側の各トラックにクローナーというエフェクトを適用しダブルトラッキングの効果を加えていきたいと思います。クローナーとは最大で4ボイス音を重ねることができるエフェクトとなり手軽に定位の広がりやサウンドに厚みを加えることができます。 こちらのボボイイススで追加するボイスを設定しディレイでは追加されたボイスのタイミングがずれこのようにサウンドに厚みが出てきます。 同様の設定を残りの3トラックにも行いましたのでクローナー適用前と適用後で聴き比べてみましょうサウンドの厚みや広がりが大きく異なっているのがお分かりいただけるかと思います続いては近年よく聴かれるボーカルとシンセルリードの中間のような ボーカルチョップやボーカルリードと呼ばれるサウンドの作り方を解説していきます。まずはこちらも一度完成形を聞いてみましょう。このようなボーカルを加工するトラックにはさまざまなパターンがありますが、今回はメインボーカルの一音のみをサンプラートラックで読み込み、新たなフレーズを再構成するテクニックをご紹介していきます。 キューベースにはサンプラートラックという手軽にサンプルを再生することができる機能がありますので、こちらを追加していきます。あとはメインボーカルをドラッグしてサンプラートラックへとインポートし、ボーカルトラックから使用したい箇所をサンプルのスタートとエンドポイントで指定します。この状態でミディケンバなどで演奏すると、このようにサンプルのピッチが変更され、新たなフレーズを構築することができます。 今回は高いピッチのフレーズを入力したいと考えていますがサンプラーは通常ピッチを上げると再生スピードが上がるため長いノートが途中で切れてしまうという現象が発生しますこれを回避するためにオーディオワープという機能を使いこちらのスピードの値を下げていきます最後にこちらのグライドでピッチが滑らかにつながるように設定します 次は、ノートを入力し、フレーズを作成しますが、元のものよりも高いピッチを使用することで、このような声とは異なるフォルマントの高いサウンドを作っている部分がポイントになります。あとは、楽曲に合わせて、ディレイやリバーブなど、空間的な広がりを演出してあげれば完成です。では、こちらでエフェクトを適用しましたので、聞いてみましょう。 次回はウェーブテーブルシンセのフラックスを用いたバイオンヨンオーク含むきらびやかなシンセのサウンドメイクとリード系フレーズの作成テクニックについてご紹介していきますので、ぜひそちらもご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。